どうもこんにちは、ナツでございます。11月の7日、本日12時からですね、テクニカルダンジョンで新しいダンジョンが追加されました。その名もまず裏ヒュプの原生林クリアしてないんだね僕ね。こちら、花竜の庭園と、虫竜の密度かな、こいつらがついに常設されましたとね。なんで逆に今までコインにおったんだっていう感じですけど、やっと来てくれましたよと。でさらにスペシャルダンジョンにタマトラ大量発生が常に置かれるようになりました。これは素晴らしいです。ありがとう。ずっと大量発生なんなんでしょうね一体ね。あのポケゴーでいうポッポみたいなね感じでしょうかね。ポケゴーのポッポ最近ないんですけど。ということでこちらなんとキングタマトラが追加されました。なんかよくわかんなかったあのおでんタマトラ消えました。ついにあれせめて青を置けって思っとったんですけど、あれがついに消えて、なんとキングタマトラがしかも確定で出てくるということで、今回はそちらやってみたいと思います。で、あのレンマの闘技場でキングタマトラ結構強いらしいんですよ。まあさすがにそのステータスで出てくるとは思えないんだけど、まあ、多少体力あるのかなってことで今回一応ね3バーストナックル7万の方も持ってきました。で、まあ一旦こっち打って倒せるかやってみて、倒せんかったら3バーストナックルっていう感じですね。レーザーでいけてほしいですけどね。いきましょう。まずはソロプレイヤー、ソロプレイヤーからの道中はベビカスいるんだね。まあまあまあベビカスもいいでしょう。金玉が落ちればね正直ね、だってあいつ9体分だぜ下手したら。そう思うとすごいよね。さてこんにちは。そう絶対いるんですよ正直。まあたまに乱入ぐらいあってもいいかなと思ったんですよ。最近はタマドラもたくさん要求されますし、ただボスにね絶対登場するってのすごいよね。レンマの闘技場でさ、キングタマドラ落ちたやったーって言っとった、その次の瞬間こいつここに常設ですから、もうすごい早い展開ですけどね。ではソーラーレーザーまず打ってみたいと思います。これで倒せたらもう世界はハッピー。ジャム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 、残念ながら落ちませんでしたけどね。で、まあ、こっちもちろんクリアすれば石ももらえますよと。で、スペシャルダンジョンなんでマルチも可能と。素晴らしいですね。なんかコインダンジョンでタマドラあるから今のうちにやっとけよみたいなのあったけどさ、これはこれで美味しいよね。ちょっと落ちるまでやってみたいと思います。まあ言うても3分の1だと思うんで、ね、レアとも書いてなかったし、今までのあの真ん中のタマドラが落ちるぐらいの確率だと思うんですけど、なんか喋られると喋りにくいんだよな。わかりません？この人間もまあそりゃそうですけど、同時に喋ることってそうないじゃないですか。それと同じ原理なんですかね。なんかキャラクターが喋ってると喋りにくいんですよね。さあ確率的にはここで落ちてほしい。おいおい金玉ちゃん、金玉じゃないからね、金玉だからね。キングタマドラ、略して金玉。ゴールデンボールではありません。さあ、4度目の正直。もうそんな言葉ないけど、4度目の正直。パリンって言うんだよね、多分ね。ダイヤ卵だよね、あいつね。おい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 、物欲センサー出てるぞ、これ。相手の3バーストナックルでいこうかな。こっちで。落ちねえ。なんだあいつ、ちょっとさあ行くぞ。ほらすごいな。逆にどこまで落ちないかやってみたいぐらいすごいなこれ。99一応使ってますからね。あのマルチ推奨ですよ普通だったら。頼むぞ、もうそろそろな、な鍛えてやろうじゃねえよ。もうこのバカ野郎だよ、クソ野郎だよ。この野郎だよ。さあ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 ドン。マジでおかしくない？ちょっと嘘でしょ。レア説出てきたぞ。ここまで来るともう10周ぐらいじゃない？そろそろ。やっと落ちた、やっとだよ。やっと産卵したよあの人。頼むわ親分。はい、やっと落ちました。そう、これが見たくて早10周ぐらい。
まあ最終的にはきっと確率はね収束するんでしょうけど、まあ今回から圧倒的に美味しくなったということでね。だってすごいよ、こいつ一体でもう 2,3 週分かな、まあ、ベビカス次第で下手したら4週分ぐらいお得にはなりますので、まあ、たまたま困ってる方はぜひねこの機会にね、まあ、この機会に言っても期間限定じゃないんでもう回りたい放題なんですけど、まあ、美味しくなったっていうことをね、あとタマドラどこでゲットすんねんっていう方はここ見てみてください。最初も言いましたが花竜とかこの辺におりますので、こちらもね確認しておくといいと思います。一も一をもらえると思います。ということで終わりましょう。あれフェアリーはもう出ないんだ。出ないっぽいですね。一応だってさ、チェイサーは出ることない書いてないし、魔剣士のこと書いてあるし、よくわかんねえや。はい、ということで終わります。以上、ナッチでございました。バイバイ。